スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画はトラッキングトレードの戦略と検証動画シリーズです。で、まあ本題に入るその前になんですけども、月曜日に、含み損が膨らんでいたユーロドルのショートを損切りしました。で、まあその損切りを決めた理由については、この動画の解説欄に、URL 貼っておきますけども、月曜日にね、お話しさせていただきました。ということで、シリーズ第40弾です。はい。運用開始して7ヶ月と2週間経ちました。で、今回は戦略の変更ありということで、まあ損切り済みなので、これ先週末と比べると戦略の変更がありますよという意味です。で、動画の最後の方にはタイアップキャンペーンに関する告知があります。ということで、現在稼働中の戦略は3つです。はい。まず1つ目、米ドル円のロングですね。想定変動幅は1050ピップス、10円50銭ですよね。損切り開始ラインは、105円割ったところあたりなんですけども、というところで、まあ、下げましたね。まあ、ドル売りっていうのが続いているのと、あとまあ、北朝鮮のまたミサイル発射があってとかで、まあ、どうでしょうね。まあ、前回、安値ぐらいまではやっぱり行きそうな気がしますね。はい。で、その前の、安値までも行きそうな気もするんですけども、まあ、なんとか踏ん張ってね、まあ、下げるときほんと早いんで、はい、上げるときもこれぐらいのスピードでね、こんなボンボンボンって下げるときぐらいのスピードで上がってくれるといいんですけども、なかなかそうもいかずに。で、まあ、為替相場全体の、やっぱドル売りっていうのが続いてるんで、ちょっとね、やっぱり今のこの全体の流れ自体が、まあ、米ドル円にとっても、まあ、ちょっと辛いかなと。はい、上値が重くなる、下に下がるのは早くなる原因かなと思います。で、続きまして、5ドル円の、売り、ショートですよね。はい、ポジション間隔、約17銭で、想定変動幅950ピップス、9円50銭です。まあ、5ドル円で、これぐらい取ってると結構やっぱ安心なんですよね。はい。で、まあ、どう動いたかと言いますと、そうですね。まあ、上げた後、下がったので、売りで入っている私にとっては、まあ、なかなかいい動きでした。そして、チャートの形的にもですね、まあ、そろそろちょっとね、一旦天井かなーっていう感じも見えます。まあ、どうなるかわからないんですけども、ただ、ドル売りがちょっと強く出ているので、5ドル、米ドルっていう、通貨ペアの方が結構上がってるんですよ。まあ、そっちの方に釣られていくと、また上がるっていう可能性もあるんで。で、続きまして、ニュージーランドドル円ですね。こちらも大体、ポジション間隔17銭で、想定変動幅9円50銭、950ピップスということで、どう動いたかと言いますと、まあ、こちらもね、まあ、モグキントは下げたんですけども、高値圏にはいます。こちら先ほど、言いました、5ドル、米ドルと同様に、ニュージーランドドル、米ドルっていう通貨ペアがあるんですけども、そっちは、5ドルと比べて、ニュージーランドドル結構堅調なんですよ。まあ、そのあたりでこっちはしっかりしているのかなと。で、まあ、売りで入ってる私として怖いのは、ここ結構しっかり固めてるんで、まあ、ここは終わったんで、次行きますよが、まあ、怖いところなんですよ。とはいえ、まあ、ちょっと9円50銭っていうのは、やっぱりニュージーランドドル円だと結構、ゆったりめの、想定変動幅なんで、まあ、耐えられるのは耐えられるんですけども、問題は売りで入ってるんで、スワップポイントが、長期になると痛いなっていうところがあります。まあ、今の時点では全然、どちらも怖くないです。この売りで入ってる二つの通貨ペアともね。で、今回の約定履歴なんですけども、まあ、そうですね。結構週末にかけて決済多かったかなというとこですかね。はい、このあたりね、決済なんで。で、まあ、通貨ペア的に見ても、まあ、はい、5ドル円、ニュージーランドル円というのはやっぱ17銭って狭くしていることもあって、まあ、そこそこ、注文が成立しているかな、というとこですかね。まあ、やっぱ心配なのは、米ドル円の下げが、どこまで、行ってしまうのか、どこで止まるのかっていうとこですかね。で、今回の口座残高なんですけども、そうですね。まあ、月曜日にガツッと損切りしたんでどうなったかというと、はい、こんな感じでしたね。先週末、確かね、口座残高これ、85万円ぐらいあったんですかね、確かね。なのでまあ、まあ、これ50万円の場合に100万円もということで、まあ、ただ、今のこのね、プラスで見ても、1.5 倍まではね、いってるので、あ、日付が間違ってますね、これごめんなさい。これ、7月、29日です。ここちょっと忘れてました。はい。で、前回と比べると、口座残高、これ、まあ、損切りした分あるんでね、8万円ほどマイナス。ただ、
含み損がですね、前回十何万円あったのが、はい、かなり減っています。ね、7万円いくら減っています。ということで、まあ結局やっぱ含み損減って、確定損益ね、はい、残高がマイナスになってるっていうとこですかね。はい。ということで、そうですね、まあ、米ドル円次第ですね、来週以降は。はい、この後は告知です。トラッキングトレードが利用できます。FX ブロードネットさんとスノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのを開催しております。タイアップ専用バナーからの新規口座開設と、3万円以上の入金、FX 取引はしなくってもですね、ブロードライトコース、1000通貨コースの方だと図書カード1000円分、ブロードコース、1万通貨コースの方だと図書カード3000円分が、もらえます。で、どちらか先に口座開設して追加でっていうのもできるんですけども、特典の両取りっていうのはできないので、まあ先に申し込んだ方になります。まあ1000通貨で早く始めたいよという方はブロードライトコースでまあ申し込まれた方が、すぐにスタートできるかなとは思います。この動画の解説欄に、その限定タイアップキャンペーンの詳細がわかる URL を貼っておきます。そちらからオンラインでの口座開設の申し込みが可能となっております。ということで今回はトラッキングトレードに関する動画でしたけれども、これ以外にも投資に関するいろいろな情報を配信していきたいと思います。ブログの方では、また動画とは違ったコンテンツも多数公開していますので、よければこちらもスマートフォン、タブレット、パソコンのブックマーク、お気に入りに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。